見渡す限りの花畑。少女が花を摘んでいる。少女は時々こちらを見上げ、ただ微笑む。言葉はなくとも、その気持ちは伝わってくる。物言わぬ少女の名は、ククルシカ。ククルシカの声を聞いた者は、誰もいない。だが、声を出さないことは、ククルシカの美点ですらある。古の賢人は言った。喋らない女こそ、最高の女だと。さらには、ククルシカの豊かな表情や繊細な動き、それらは言葉以上に雄弁だ。しかり、ククルシカは少女として完成しているのだ。だが、少女とはやがて消えゆく儚い奇跡。私のような中年男には、いささか眩しすぎるな。どうしたスッコロ、このジョナスを憐れんでくれるのか。少女とこの男も、今回から加わるのだろう。そうも見つめられては、照れるじゃないか。それよりすっころ、姫君が、お呼びのようだが。笑顔のククルシカ、その手には、花で作られた冠がある。もっと近くに来て、と、身振りで伝えてくる。花冠を頭に乗せてくれるようだ。うわ、ククルシカかわいい。ああ、こういう子結構好きなんだよな。あれ、グノシア汚染に、ん？何今の？イメージ映像？ホログラム的なやつか。ああ、そういうことね。ふん。なんとも無粋なことだが、事態は切迫しているようだな。仕方あるまい。で、話し合いなんだよな。無口な奴が不利にならんか、それ。ククルシカが身振りで全員の身を引きつける。そして、茂道を安心させるように微笑んだ。あはは、問題ねえみてえだな。ぼちぼち始めっか。というわけで、あれ、あ、そっか。カリスマかなんか足りねえから名乗り出るはまだ使えないのか、俺。誰が敵なのか。まだわからないが、私はコメットを疑うことにしよう。それで何か見えてくるかもしれないからね。まあコメットか、まあ確かにね。一旦ちょっとなんかゲームを動かそう。コメットには迷いがある。それは私も感じていることだ。え、僕？そりゃ驚いた。私はコメットを信じたい。お？第一印象から決めてました。ラキオが怪しいっす。へえ、君この僕を疑ってるんだ。な、ラキオにきつく当たるなってな。そうそう、いつもいつもさ、とりあえずラキオみたいなさ、そのとりあえずタトパじゃないんだからさ。ラキオ攻めはあんま上手くないって。僕としてはもっとこう楽しくいきたいね。なんとなく怪しいのはエース級かな。あ、ほら、目が泳いだ。おっと、そうきましたか。ダメ、コメットの言うことに耳を貸さないで、と、ククルシカは険しい表情。じゃあコメット、お前、S 級は俺が守るぞ。第一印象から決めてました。コメットが怪しいっす。コメットか。確かに妙な感じはするな。え、僕？そりゃ驚いた。S級様、そのようにコメット様を敵視するのは早計にすぎませんか？同感。コメットを疑う必要はないと思う。なんだろう。お？まさかのシピがエンジニア。あらら。え？エンジニアが3人。そうだよな。嘘つきだらけじゃん。どうなってんだよ、これ。どうしたらいいんだ、これ。
S 級ラキオシ P、 流れ的には S 級が疑われてたんだよな。もうなんかステラが仲悪いてたし、ステラ疑われてたし、ステラに行くか。コメット？コメットなのか。眠るべきものは眠ったな。さて、私はここに残らせてもらおう。何？野暮用があってね。ジョナス何やるんだろう。気になるな。でも、ククルシカのとこ行きたい。お、かすかな行為。まあ、積み上げていこうぜ。俺たちの関係をよ。記録、被害者は説。グノーシャ襲撃による消失を確認。はい、報告。報告するぜ。俺がスキャンしたのは、茂道だ。こいつがな。当たりだ。グノーシアだったよ。違うよ。まがい者がボルを出したね。茂道はグノーシアじゃなかった。やれやれだ。どう見ても茂道は不審者だろ。困りますね、お客さん。そんな嘘つかれちゃ。茂道はチェックしました。茂道はグノーシアであります。え？では、本日の議論を始めよう。第一の課題は、私から提出させてもらうが、依存はあるまい。お？なんだなんだ？珍しいな、このパターン。さて、諸君、こうは思わないかな？昨日眠ったコメットは、真にグノーシアだったのか、自分たちの決断は、正しかったのだろうか。んー、まあ思うけど、わからないからしょうがないんじゃねえ。わかるのさ、私にはね。なぜなら私はジョナス、この船のドクターなのだから。え、ドクター？何それ。ドクターは前日にコールドスリープしたものがグノーシアだった。ああ、なるほど、霊能ね。では調査結果を報告しよう。昨日眠ったコメットはグノーシアではなかった。これが私が現在提供し得る情報のすべてだ。有効に活用されることを期待させてもらおう。おお、なるほどね。っていうかさ、もう霊能いるんだったらさ、茂道釣ろうぜ。いや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 、お前らおかしいくね。え、ジナ？そっか、わかった。うるせえ。少なくともお前はグノーシアだろ、もう。そうだな、それはそう。この中だとラキオが一番疑わしい。お、 S 級を疑うか。そうなんだよな。でも S 級はだから、そういう意味では AC 主義者なんじゃないかな。だからこれはもう茂道一択っしょ。ちょっと待って、すっころ誰が入れた？お前かい。茂道じゃないのかよ。ラキオの流れだった？これはラキオに行く流れ？マジでラキオ怖い？するぞお前。お前はもう死んでいる。そうだそうだ。当たり前だろ。もうお前しかいないんだよ。
ククルシカ、ククルシカ。え、シャワールーム？え、なんで？シャワールームだから？ギャー！音怖っ。ほら、ほら、茂道グノーシアじゃん。もう、噛まれちゃったらもうしょうがないよね。茂道を俺が疑いすぎてたのかな。いやー、初めて噛まれたのか。いや、あの画面ちょっとゾッとしたな、怖っ。というわけで、今10ループ目かな？わー、ちょっと、噛まれて終わったので、この後みんなが勝ったのかどうかってのは分からずに終わってしまいましたね。というわけでまた次回、お楽しみに。